男性によって生じた力のことをなんていうんだったっけこれは男性力やな。っていうかそもそも男性って何だっけ輪ゴムを例に出して説明してんけど覚えてるかな男性っていうのは変形した物体が元に戻ろうとする性質のこと言うねな。例えば輪ゴムをビョーンって伸ばした時には輪ゴムっていうのは縮まろうとすると元に戻ろうとする性質が働くので輪ゴムには男性があると。 もちろん、バネなんかにも弾性っていう性質があるんな。例えば、重りをつけたり、手で引っ張ることによって力を加えることによってバネっていうのは伸びると、逆に伸びたら元に戻ろうとする力が働くので、バネには弾性力が働いているんな。この動画では、重りをつけたり、手で引っ張ったりすることで、バネに力を加えた時の、そのバネの伸び方の関係について勉強していきます。 最初に力を加えるって話をしてんけど、まず力の単位を見とこうか。力の単位っていうのは大文字の n で表して、ニュートンっていうふうに読みます。具体的にはどういった力があるかというと、例えば、この重りが 100g やったとすると、で、この 100g に働く重力の大きさを1ニュートンとするっていうふうに決まってんねな。 だから 100g の重りに働く重力が 1N っていうふうに 100g=1N で覚えておいてくださいバネにおもりをつけることによってバネに力を加えたときとその時のバネの伸びの関係について調べるためにこういう実験をしましたこのよういう風なところにバネをつけとくねんなでバネってもともとの長さがあんねんけどそれをバネの自然長っていう風に言います そこからバネに重りをつけていくことによって、元の長さから重りをつけると伸びるやんか。それをバネの伸びっていうふうに言うねんけど、この重りの重さとバネの伸びの関係を調べていくねな。重りの重さをまあゼロ、何もつけていない状態から百二十までつけていくね。その時のバネの伸びっていうのはどういうふうになるのかっていうのを調べねな。 まず、重りっていうのを力の大きさにちょっと変換していこうか。さっきもやってんけど、1 0 0ムが1ンっていうふうなのを覚えといて、これを頭に入れて考えていくで。まず、重りがまあ0ムやったら力もゼロやな。わかりやすいところから言うと、1 0 0ムやったらこれ1ンになるわけす。 そしたら、20g やったらどういう風になるかって言ったら、これは、えぇ、100分の1。かける100分の1すればいいから、小数点2個を動かすことによって、0 2ンっていう風になるわけす。40やったら0 4ン。60やったら同じく0 6ン。80やったら0.8。120g やったら1 2ンっていう風になるな。 で、バネの伸びをこういう風な実験装置で測定していくとどうなるかというと、重りをつけていないときは伸びはゼロです0やねんけど、0.2ニュートンの重りをつけると0.8センチ伸びるってことが分かってな。場合の40グラムの重りをつけて0.4ニュートンの力を与えると1.6センチ伸びるってことが分かったと。 同じように実験していて、60g の重り、0 6ニュートンの力を加えると、2 4センチ伸びます。80やったら3.2。100やったら4.0。120やったら4 8センチ伸びたってことが、この実験から分かってな。この時、力の大きさ。 と、バネの伸びを関係を調べるために、これをグラフにすると。ここの表の下二つっていうのをグラフに書いていくと。ゼロの時はゼロやから、ここ点やな。力の大きさが零点二ニュートンの時、伸びは零点八やから、零点二の時零点八次、力の大きさが0.4の時一点六やから、 0点の時1.6やからここかな。次、0点の二2.4やから、ここになると。こういうふうにして、この実験結果をグラフに起こすと、こういうふうになるってことが分かってんな。点線、点で打って最後に物差しで線を引くと。こういうふうな関係になるってことが分かりました。実験結果の表とグラフから分かることをまとめると、力の大きさと バネの伸びっていうのは、こういう風な右上がりのグラフになったと。この関係っていうのは比例関係であり、このバネの伸びっていうのは力の大きさに比例することをフックの法則っていう風に言います。